2022年ホームゲーム最終戦セレモニーを行います。立浪和義監督より皆様へご挨拶です。立浪監督お願いします。ファンの皆さん、今年1年このような成績にかかわらずたくさん球場に足を運んでいただき、また声援を送ってくださって本当に感謝しております。今年監督就任1年目としてスタートしましたが、大きく皆さんの期待を裏切る結果になりました。また選手をうまく機能差し上げることができなかったことを反省しております。ただまだ今年も残り試合があります。そして秋からもう一回出直します。来年は今日のような試合が一試合でも多く皆さんにお見せできるよう、我々選手とともに必死になって秋のキャンプを頑張ってきます。また来年もぜひ皆さんが熱くなる試合を増やしていきますので、どうか選手たちを応援してください。今日はどうもありがとうございました。立浪監督ありがとうございました。